春河朝は古代インドのマガダ国に起こった王朝。マウリア朝の将軍だったプシャミトラが同王朝を滅ぼして縦一て世紀余りの間続いた。マウリア朝のアショウカ王時代、最大半とマウリア朝は最世紀を迎えたアショウカ王の死後、彼の息子らによって分裂した。いくつかの伝説や仏典などの記録があるが、アショウカ王以後の王名はそれらの初記録で一致せず。 その大数も一致しないことから王朝が分裂していたことが想定されている。そして、マウリア朝最後の王、ブリハドラタに仕えたプシャミトラ春ガは、紀元前180年頃にブリハドラタを暗殺し自ら王位について春河朝を創設した。プシャミトラの出自には不明点が多い。伝説では非戦の生まれであったプシャミトラは、将軍として頭角を表し、 軍の異様を誇示するためと称して、越兵式を挙行した。そしてそのまま軍勢を率いて、ブリハドラ倒しに追いやったという。しかし、インドの文献の多くによれば、シュンガはバラモン星であり、上述の伝説には、疑義がある。プシャミトラは、王位を得るとパータリプトラを引き続き首都として、ガンジス川流域を中心に、マウリア朝の給領土を継承した。ただしマウリア朝はその末期には、 分裂状態にあり、プシャミトラも、かつてマウリア朝が支配した、領域すべてを制圧するには、到底至らなかった。特に中央インドでは新たにウィダルバ国が創建され、シュンガーサの強力な敵となったほか、北西インドにはギリシア人が勢力を持っていた。プシャミトラは、インドの著名な文法学者、パタンジャリと同時代の人物であったと言われている。パタンジャリの記録によれば、 ヤバナの王がサーケータ氏とマディアミカー氏を包囲したとあり、これはプシャミトラチセイカのことであったと考えられている。このギリシア人はバクトリア系の集団であったと考えられているが、王が誰であったのかについては、議論がある。メナンドロス一世とする説が有力であるが、デメトリオス二世とする説や全く別の王とする説も存在する。また中央インドに侵入した。 ギリシア人を王子バースミトラの指揮する春和軍が撃退したという記録が存在するなど、当時春和朝の主要な脅威はギリシア人の来航であった。プシャミトラが紀元前144年頃死去すると王子のアグミミトラが王位を継いだ。彼は不王の治世時代から地方総督として活動している。バースジェイシタ王、ついでバースミトラが即位する頃には、 ギリシア人の信仰も一段落し、その王、アンティやルキダスなどとの間に、施設のやり取りも持たれるようになった。以後の王については不明点が多く、大雑把にしかわからない。最後の王、デーバブーティは、大臣のバースデーバによって王位を奪われたが、その際の状況も詳しくはわからない。伝説によればデーバブーティは、宝刀に吹ける無能な王であったため、大臣バースデーバーはそれを利用して、 奴隷女を王妃に紛争させて暗殺させたという。詳細は不明であるが、バースデーバが、紀元前68年頃に春が朝に変わってカーンバ、朝を建てたことは事実である。ただし、カーンバーサの王たちは、プラーナ文献では、春がの進化たる章と記されており、カーンバ朝時代にも何らかの形で、春が家の地位が残存していたという説もある。バラモン教の太陽神。 インドラ・プシャミトラは仏教を手厚く保護したマウリア朝とは一線を画し仏教教団を弾圧してバラモン教の復興に努めバラモン教的な儀式を好んで執り行った。彼は当時仏教信仰の中心地であった敬遠寺で仏像を殺戮したという伝説が仏典に残されている。ただし考古学的発見によってプシャミトラの神には 仏教徒が含まれていたことが知られており、彼がバラモン教を信奉したにせよ仏典に残されているほど徹底的な弾圧を実際に言ったのかどうかは疑問の余地が大きい。マウリア朝時代の制度は多くが春河朝時代にも継承されたと考えられるが、詳細はわからない。高級管理による会議はマウリア朝と同じく政策決定に大きな影響力を持ち、また、 中央政府だけではなく、地方に駐在する王子にも、大臣会議の補佐がついたが、これらは、マウリア朝の体官による補佐と同種のものであると、考えられる。地方統治に関しては、マウリア朝時代とは様変わりしていた。春河朝の西部、マプラーやバルフートでは統治のために、春河王家の人間が、中央政府とは別に、王朝を開いて統治していた。これは、 マウリア朝時代に地方に駐在した王子による統治とは異なり、中央政府からの独立性の強い存在であった。ありがとうございます。